セーフエリアに入りました。エージェントが応援を要請中。
標的は近くにいる。携帯電子機器を検知。敵はそいつだ。敵を撃て。よくやった。また懸賞金を獲得したようだな。よくやった。グループリーダーに昇格しました。
別のエージェントがグループに加入。別のエージェントがグループに加入しました。別のエージェントがグループに加入。付近に敵が護衛する施設を検知しました。
仕留めた。いいぞ。素晴らしい働きだ。よくやったエージェント。市民が危険にさらされています。敵コントロールポイントを特定。危機に瀕した市民を検知。近くに敵の護衛施設があります。敵コントロールポイント検知。標的だ、エージェント。ターゲットダウン。よくやった。エ
ージェントダウン。エージェントがグループを離脱。いいものが揃ってるぞ。
味方戦闘員を検知。コントロールポイント確保。よくやった。いきなりだ。敵が接近中。品質へのアクセス解除。別のエージェントグループから招待されました。セーフエリア検知。味方コントロールポイント検知。付近に敵コントロールポイントがあり、ブラックタスクの襲撃チームを追い出すのが目的だが、優先ターゲットが3人いる。コードネームはパック、ロードブロック、カーバーだ。しらみつぶしにしたくれ。奴らの配置がわからないんだ。後ろから追従する。回り込む気か。
よくやった。ビルの掃討を続けてくれ。その辺りで暗号化通信が行われている。奴らは待ち受けているぞ。優先ターゲットはあと一人。別のエージェントがグループに加入しました。警戒を。屋上に動きあり。連中はチームをビル内に呼び戻してる。エージェントがグループを離脱しました。別のエージェントがグループに加入。
ただ。敵の増援が屋上から下に向かったわ。敵がいないか調べて。上層の司令所で防御態勢を取っているみたい。コマンドステーションがあったらデータを抜き出してくれ。優先ターゲットは全て片付いた。増援が建物の1階から侵入を。
を開始。了解、エージェント、忙しくなるぞ。エージェントがグループを離脱。グループリーダーになりました。ブラックタスクが昔のハイエナの隠れ家にいるという。ブラックタスクがジェファーソントレードセンターを占拠。奴らを止めろ。いい椅子も作りたいし、何か探してるの？クラフトの手伝いで飲んでください。
要請を受信。いいものが揃ってるぞ、エージェント。これだけあれば十分だな。毎度あり、エージェント。使用を一時的に禁止します。水を飲む場合は最低1分間沸騰させて飲んでください。会えて嬉しいぞ。喜んで買い取ろう。申し分ないな。
標的は近くにいる。ターゲット発見。標的を仕留めた。いいぞ。標的はそいつだ。金を獲得したようだな。よくやった。
グループを去りま。別のエージェントグループから招待を受け取りました。グループに加入。エージェントがグループを離脱しました。危機に瀕した市民を検知。敵コントロールポイントを特定。市民が危険にさらされています。付近に敵コントロールポイントがあります。標的は近いぞ、エージェント。付近に味方コントロールポイントあり。仲間が店をやってる。場所を教えてやろうか。見つけたぞ。警戒してんぞ。
グループリーダーに昇格しました。グループリーダーになりました。別のエージェントがグループに加入しました。別のエージェントがグループに加入。ターゲット発見。別のエージェントがグループに加入しました。標的を仕留めた。いいぞ。悪党は一人ずつ片付けていこう。よくやった。瀕した市民を検知。味方になってくれてよかった。付近に飲料水を検知。味方コントロールポイントを検知。標的は近くにいる。はあ、おやおや、誰かと死にやがれ。そいつが標的だ、エージェント。システム中断。
くやった。また懸賞金を獲得したようだな。よくやった。収容人数の限界に達し、極度の緊急事態以外家にとどまるよう呼びかけています。ホワイトハウスはウォーラー大統領が東部標準時午後6時に演説を行うと発表しました。とうとう来たか。私なしで平気？一人の方が気楽かな。ふわふわ猫ちゃん。標的は近いぞ。調べろ。エリアを確保する。助けを求めています。標的を仕留めた。いいぞ。標的だ、エージェント。エージェントがグループを離脱。
グループを再…
ループリーダーに昇格しました。グループリーダーになりました。別のエージェントがグループの鍵。誰か分かってなかった。別のエージェントがグループに加入しました。ブラックタスクが SHD ノードを狙ってる。もし奪われたら止めてくれ。接触オーバー。
定なネットワーク接続を検知。クソ、奴らはもう SHD ノードにたどり着いてる。医療処置が必要です。エージェントが助けを求めています。奴らは SHD データベースにアクセスしようとしてた。邪魔して悪いけど、ヘリがもう一機近づいてる。ブラックタスクの増援みたい。
ージェントダウン。
データにアクセスされたか調べる必要はあるが問題ないだろう。よくやった。エージェントがグループを離脱しました。グループを去りま ブラックタスクが昔のハイエナの隠れ家にいるという情報が入った。目標地点の様子を探ってくれ。またな。ブラックタスクの目的は金庫室のデータだ。エリスが捕まっていた時に見つけたんだろう。いずれにせよお前が奴らを止めてくれ。
別のエージェントグループから招待されました。75% 完了。ブラックタスクがデータを持ち出すのを阻止するんだ。アップロード完了。データベースのストリームを閉鎖。素晴らしい。あとは残党を片付ければ今日は勝ちだ。
的を知るにはデータを調べる必要があるが、とにかくデータを守れて何よりだ。エージェントがグループを離脱。別のエージェントがグループリーダーグループを去りました。セーフエリアに入りました。付近に物資があります。エージェントが応援を要請中。
別のエージェントグループから招待を受け取りました。ヘンリーは活動性ドルインフルの症状を報告してる。彼らは DCD の施設から来ているようだ。何が起きている店を止めなければ。エージェントダウン。別のエージェントがグループに加入。接続してデータが取れるか確かめてくれ。接続を確立。DCD データストリーム使用可能。何があるかな。その周辺の北側に稼働してる研究所がある。そこの閉鎖が最優先だ。研究所をオフラインにするベストな手段は除染プロトコルだ。それ全部殺菌するっていうのをかっこよく言っただけよね。だが除染に必要なガスが検出されなかった。奴らが機能しないようにしてるんだ。地下室の燃料ラインならまた流せるはず。燃料ラインを開けば除染プロトコルに必要なガスが得られるだろう。奴らは地下にいる。除染プロトコルは上の研究所のパネルで開始できる。トリガーを引いたらその位置から動くな。そうすれば安全だ。最上階、見逃しようがない。研究所のど真ん中だ。ウイルスサンプルを検知。綺麗になったかな。
建設現場の端にある死体安置所に行けるはずだ。死体の処理が適切にされていなかったら新たなアウトブレイクが起きる。アウトキャストは無症状のキャリアの血を利用してる。感染したが症状が出ない人たちの血だ。奴らはドルインフルを兵器化して街に放ってる。汚染の可能性があるものは全て破壊しろ。近者ならウイルスは無限にあるってこと。エージェント、 DCD の研究ライブラリーを通る脱出ルートだ。ねえ、ついでに広域スペクトル抗ウイルス剤に関するものを回収して。研究所が近いぞ。ケルソに持ち帰れるデータがあるかな。データ転送開始。
転送完了。もう帰っていいぞ。研究所とサンプルを破壊したんだ。そこでアウトキャストができることはもうない。使えるデータはあり。奴らが来たぞ。気をつけろ。グループを。物資を検知しました。別のエージェントグループから招待されました。
敵コントロールポイントを特定。味方戦闘員検知。建物は広い。2カ所のコンコースを確保するんだ。エージェントが助けを求めています。次第排除だ。
れ。側面に気をつけろ。調べてくれ。ダウンロード完了。この報告によると、ブラックタスクはハイエナに技術や武器を供給していた。町を無法地帯にしておくためにな。奴らはハイエナに渡した物資を取り戻してるんだ。ブラックタスクがハイエナの支援をしていたとは。だが、これで分かったことはある。
衛星へのアップリンク検知。発信元を遮断しろ。上がってこい。衛星アップリンクを遮断。技術班に奴らのデータを分析させるが、暗号化されているようだ。とにかく進んでくれ。ヘイ、こちらレーン。倉庫の貴重品は全て手に入れましたよ。ハイエナは、ここに何か妙なものを保管してました。了解。ディビジョンが駐車場の近くにいる。私を失望させないで。敵がいる。レーンとやらが駐車場でお前を待ってるような。挨拶しに行ってやれ。敵はここにいる。後ろは任せて。
戦いだったな。さて、K はアリーナだ。ハイエナの旧ドラッグ研究所を通っていけ。残りのブラックタスクは逃げも隠れもできない。 K はアリーナで追い詰められている。始末しよう。敵は全て片付いた。アリーナを取り戻したぞ。よくやったな。
グループを政府エリア検知。応援の要請を受信。
会えて嬉しいぞ。おかげで在庫がたっぷりだ。毎度あり。さあ、この何でも屋を使ってくれ。何か探してるの？何かご入りよ。お買い得品が揃ってるぞ。